後半はトヨタボルファイターズのキックオフで試合再開となります。キックオフをしますのは35番のカーナ、上智大学出身。はい、ランズはリターナーは23番と26番が入ります。23番は金城、26番は沼。さあ26番がリターンに入ります。相手のカバーを縫うように中央突破をしまして、アイランズ陣30ヤードを超えた地点での攻撃権を確保しました。いや、リターナー沼は大阪大学出身のプレイヤーです。クラブアイランズ自陣32ヤードからファーストダウン10。さあ、まず中央のランプレーでしたが、ここでボールをファンブル。さあ、抑えたのはどちらか、トヨタブルファイターズ。したがって攻守交代です。ターンオーバー。ここでまずアイランズは中央へのランプレーによりまず最初の攻撃を展開しようとしましたが、ここでボールをファンブル。その隙を逃さずトヨタがこれをボールを抑えまして、トヨタが攻撃権を奪取しました。トヨタ相手陣31ヤードからファーストダウン10。不成功。ここで一気にエンドゾーンを狙うロングパスを投じました。トヨタクォーターバック20番ターゲット80番、これをキャッチ仕掛けましたが、しかしこのパスは通らず、パス不成功となっています。ダウン1つ失いまして、トヨタセカンドダウンの状況に変わります。トヨタ相手陣31ヤードからセカンドダウン10。クォーターバック20番、ここでオプションプレーを選択。そこからパスを含めた選択プレーでしたが、自らキープし中央突破を図りましたが、ゲインは約2ヤードに止まっています。キャリア20番は金子、名古屋学院大学出身。トヨタ相手陣29ヤードからサードダウン8。パス不成功。ここでクォーターバック20番プレイアクションパスでターゲット35番のパス、しかしこれもアイランズがカバーしており、パス不成功となっています。ダウン1つ失いフォースダウン、最後の攻撃権になります。トヨタ相手陣29ヤードからフォースダウン8。トヨタプレイを選択します。ギャンブル。この8ヤードを確保できないと攻撃権を失います。トヨタフォースダウンギャンブル。パス成功。ファーストクォーターバック20番プレッシャーを感じながら、ここでミドゾーンへのパス、これを80番見事にキャッチしまして、攻撃権更新です。ギャンブル成功。ファースト見事パスを投じました。クォーターバック20番は金子、名古屋学院大学。取りました80番は原田、名古屋工業大学出身。
そしてトヨタ相手陣10ヤードからのファーストダウン2ゴール、エンドゾーンまで10ヤードの攻防に入ります。パス不成功。ここでクォーターバック20番オプションフェイクでミドルゾーンへのパス、ターゲットは同じか80番でしたが、これはパスが通らず、パス不成功となりセカンドダウンに変わります。トヨタ相手陣10ヤードからセカンドダウン2ゴール、パス不成功。ここでランニングバック2番へのフレアパスを投じましたが、2番これをキャッチできず、パス不成功となりました。攻撃権1つ失いサードダウンに変わります。トヨタ相手陣10ヤードからサードダウン2ゴール、パス不成功。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。イリーガルフォーメーション、不正な体型でオフェンスを行いました。アメリカンフットボールにはポジショニングに制限があります。この位置取りを誤りますとイリーガルフォーメーション、不正な体型という扱いになります。これにより5ヤード抜退しサードダウンとなります。従いまして5ヤード下がり、トヨタ相手陣15ヤードからのファーストサードダウン2ゴールとなります。さあ15ヤードを確保するための攻撃チャンスはあと2回、トヨタどのように攻めるでしょうか。さあパスプレーで行きました。オプションフェイからクォーターバック20番ミドルゾーンに入りました。ワイドレシーバー80番にパスを通し、約12ヤードのゲインとしています。しかしエンドゾーンに届いていないため、トヨタフォースダウンの状況になります。トヨタ相手陣3ヤードからのフォースダウン2ゴール、この3ヤード残り1回の攻撃にかけます。フィールドゴールでなくプレーを選択します。トヨタはギャンブル。ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタート、不正なスタートを切りました。トヨタはここで焦ったか、揃ってスタートを切りませんでした。5ヤード抜退となりフォースダウンやり直しとなります。これによりトヨタ相手陣8ヤードの地点に下がってのフォースダウン2ゴールとなりますが、トヨタここでフォーメーションを変えます。フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングスは25ヤード。フィールドゴールキッカー35番のカーナン。キック成功、3点獲得。トヨタここでまずフィールドゴールにより3点を、フィールドゴールにより3点を返しました。トヨタブルファイターズ3点、クラブアイランズ7点。
トヨタ前半に続きましてエンドゾーンを襲う猛攻を見せましたが、しかしここはまずフィールドゴールにより3点を返す形となりました。しかしこれによりまず一旦トヨタ自身も得点を挙げる形になり、試合が動く状況になっております。さあこの得点によりまして両方の均衡がどのように変わるでしょうか。試合は先ほど得点を挙げたトヨタブルファイターズのキックオフで試合再開となります。キックオフキッカーは先ほどフィールドゴールを決めたカバナ、上智大学出身のプレイヤーが務めます。さあアイランズ26番がリターンに入ります。このリターンはクラブアイランズ陣34ヤード付近でボールデッドとなりました。アイランズこの位置からの攻撃と変わります。クラブアイランズ自陣34ヤードからファーストダウン10の攻撃で試合再開となります。さあまずはリバースピボットによるカウンターのランプレー。キャリア23番左オフガード付近をつきまして約4ヤードのゲインとしています。キャリア23番は金城、江南大学出身。クラブアイランズ自陣38ヤードからセカンドダウン6。さあここでクォーターバック18番自ら中央突破を図ります。このランプレーにより約2ヤードのゲインとしています。クラブアイランズ自陣40ヤードからサードダウン4。インターセプト。さらに返します。タッチアウト。ここでアイランズはパスプレーを選択しました。しかしこのパスを取ったのはトヨタブルファイターズ22番そのままエンドゾーンに駆け込んでタッチダウン。トヨタはここでインターセプトにより6点を獲得です。そしてタッチダウンの後のワンプレートライフォーポイントに挑みます。フォーメーションはキックフォーメーション。キッカー35番が務めます。このトライフォーポイントは失敗、6点止まり。トヨタブルファイターズ9点、クラブアイランズ7点。しかしトヨタはこれにより逆転となりました。クラブアイランズ試合を優位に進めるかという形で後半まず最初のプレーパスプレーで入りました。後半のプレーを今度はパスプレーで入りましたが、このパスをトヨタが見事にインターセプト。ディフェンスバックがそのままエンドゾーンに駆け込んで見事逆転のタッチダウンとしています。トヨタの22番は中島、神戸大学出身。23番は安田でした。
さあそのインターセプトリターンタッチダウンにより得点を挙げたトヨタボルファイターズのキックオフで試合再開という形になります。今度は優位な状況が逆転しました。トヨタリードの形で試合再開となります。しかしそのリードはわずかに2点。この2点果たしてそのまま保つ形になるでしょうか、あるいはアイランズ逆転となるでしょうか。さあアイランズはリターンに入ります。このリターンはアイランズ陣30ヤードを超えたところでボールデッドとなりました。さあ後半の2つの攻撃シリーズはいずれもボールを奪われる形で終わっています。クラブアイランズこの3度目の攻撃、この状況を払拭する攻撃シリーズとなるでしょうか。ボールオン自陣32ヤードの位置からのクラブアイランズファーストダウン10となります。クラブアイランズファーストダウン。さあまずはランプレーから入りました。ランニーバックに託して左オープンへのランプレー、このランによりまして約3ヤードのゲインとしています。失礼しました。ゲイン約2ヤードと訂正させていただきます。アイランズ自陣34ヤードからセカンドダウン8。ナイスダウン、ファーストダウン。ここで選択しましたのはオプションプレー。今度はランニーバック26番にピッチして投げ渡しました。取りました26番が右オープンを疾走、攻撃権更新としてアイランズファーストダウンとしています。素晴らしいラン決めました。クラブアイランズ26番は沼、大阪大学出身。クラブアイランズ自陣49ヤードの地点からのファーストダウン10。さあ再びランニーバックに達しました。今度はキャリア変わりまして23番、ハンドオフを受け右オープンを展開し約7ヤードのゲインとしています。キャリア23番は金城、江南大学出身。アイランズ相手陣44ヤードに入りましてのセカンドダウン3。さあ中央へのランプレーを展開しようとしましたが、ここでボールのハンドリングにミスがあったようです。幸いクォーターバック自ら抑えていますが約2ヤードロスという形になりました。アイランズ相手陣45ヤードからサードダウン4。さあクォーターバックオプションプレーから自ら中央突破を図りました。しかしこれはトヨタのディフェンス陣のカバーもよくゲイン2ヤードにとどまっています。結果アイランズフォースダウンの状況に変わります。ここでホイッスル。クラブアイランズここで後半1回目のタイムアウトを取ります。
後半最初の攻撃シリーズをいずれもトヨタに奪われる形になり、トヨタは試合逆転を果たしました。そしてその3度目の攻撃シリーズに入るアイランズ、今度はランプレーを軸に相手陣に入り込んだ状況で一旦ここでタイムアウトが入っています。状況はクラブアイランズフォースダウンの状況になります。残り1回の攻撃権を果たしてどのように使うか、このタイムアウトの開ける状況を確認いたしましょう。ボールオンは相手陣43ヤードの地点にあります。クラブアイランズフォースダウン2、アイランズプレーを選択します。ギャンブル、2ヤード前進しないと攻撃権を失います。これをあえてプレーとしました。クラブアイランズファースター、ここでクォーターバック18番自らは中央突破、相手タックル浴びながらセカンドエフォートで粘りまして攻撃権更新です。ギャンブル成功、ファースター。さあギャンブル決めまして、クラブアイランズ相手陣37ヤードに攻め入りました。この位置からクラブアイランズファーストダウンに入ります。クラブアイランズファーストダウン10、ランニングバック23番ハンドオフを受けて右オープンに展開、相手の逆をつく形でディフェンスを置き去りにしようとしましたが、しかしカバーされゲインは約2ヤードにとどまっています。クラブアイランズ相手陣34ヤードからセカンドダウン8、さあここでエクスチェンジミス、ラインからの手渡しにミスがありましたが、クォーターバック18番見事に抑えまして、このランプレーが帰って4ヤードのゲインと、失礼しました、5ヤードのゲインと変えています。ここで第3クォーター終了となります。第3クォーター終わりにして、クラブアイランズ7点、トヨタブルーファイターズ9点、トヨタ2点リードで最終クォーター第4クォーターに移ります。